はい、本日は金田智弘投手、東映、そしてロッテ、広島東洋カープで活躍されたピッチャーでございます。金田智弘投手と言いますと、やはりこちら左に映っております金田正一ロッテオリオンズ監督、まあね、400勝投手の金谷の弟さんになるわけで、こうしてねロッテ時代は監督選手の関係で、1974年はロッテ日本一にもねなってらっしゃるんですね。金谷投手は愛知県出身で、愛知高校、そして大学は愛知学院大学で、こちらのお写真はですね、今西武ライオンズで活躍されております源田選手のねお写真なんですが、源田選手はね金田智弘投手の後輩になるわけなんですよね。そして愛知学院大学ね1年で中退されまして、こちら日本ツーンへ進まれるわけですが、こちらのお写真は日本ツー高野投手、今年ですねロッテに4位指名されたピッチャーなわけなんでね、まあ、来年から背番号ね金田監督がつけておりました34番をね背負うというねこともありますからね、まあその辺ねちょっとご縁を感じるところではありますよね。そして1968年ドラフト会議、こちらね1位の面々ですがね、この年はね豪華なねメンバーが揃っているわけですが、そんな中金田智弘投手は東映フライヤーズね4位指名されるわけでございます。そしてこちらが東映入団発表のね素敵なわけなんですがね、お兄さんの金田正一さんもねこう一緒にね参加されてねちょっと喜んでいらっしゃるわけでね、背番号はねお兄さんと一緒の34番だったわけでございます。1年目からね即戦力として活躍、59試合に登板、18勝13敗 3.63 のね成績を残されて、なんとねオールスターでは兄の正一氏とこれね対戦する場面があって、なんていうかねオールスターならではのねもうね観客を大いに沸くシーンだったわけですがね、ここは金田智弘投手が兄正一選手をですねセカンドフライに打ち取ったわけでございます。金田投手1年目でね18勝とすごい成績なんですが、新人王はですね後にチームメートとなりますロッテの有藤選手が2割8分5厘21本塁打でね取ってしまったわけなんですね。2年目はねさらに飛躍いたしまして、53試合に登板、24勝16敗 2.71 のね成績を残すわけなんですが、まあ、最多勝はですねこれまた後にチームメートとなりますロッテ成田投手にね一緒ね及ばずだったわけでございます。そしてねこちらが東映フライヤーズ時代のね張本選手、大杉選手一緒に写ってるお写真でね、ちょっとねレア感ありますよね。そのね3年目は51試合で15勝14敗 2.99 ながらね42被本塁打とね、先ほどのねあの動画の中でもねちょっと打たれておりましたが、ちょっとその私は言及しなかったんですがね、結構ね真っ向勝負なんでねホームランをねよく打たれるピッチャーだったわけなんですね。4年目はですね51試合で20勝12敗 3.24 でねついに最多勝のタイトルを獲得、入団ね4年間でね先発しながらもね50試合以上投げてるのっていうのはねやはりね今じゃちょっと考えられないですよね。そして5年目のね73年は、まあ、37試合で7勝16敗とねちょっとね大きく巻き越してしまうわけなんですね。そしてですねそのオフに野村治投手と交換トレードでね姉の金田正一監督がいますロッテオリオンズへ移籍することとなるわけでございます。ロッテでは背番号17を背負うわけですね。このねピッチングなんですけれどもね、勝手の同僚大杉選手にねちょっとホームラン打たれて、やっぱホームラン多いですね。しかしながらねこの年はね16勝を挙げて優勝、これね日本一になるわけなんですけど、またまたこれ中日戦で打たれちゃってますね。まあねホームランがね多いのはご愛嬌といたしましてね、こちらにね当時の投手国ロッテのね先発陣のねこう成績を残してるわけなんですけどね、その中でチーム勝ち頭の16勝でね、なんとこの年は MVP にもね選出されるわけなんですね。兄弟でね日本一達成とね、金田智弘投手にとってはね最高の1年となったわけでございます。しかし翌75年は25試合で6勝7敗、そしてですね76年はですね23試合で3勝8敗とね、ちょっとね勝てなくなるわけなんですがね、当時ねよく私は思ってたんですけどね、金田監督ってねやっぱりねその実の弟だからかなんかしたらちょっと厳しいんですよね。なんかねいいピッチングしててもねもうちょっと打たれ出したりするとねすぐねピッチャー交代っていう感じでね、金田智弘投手ね早々とね下ろされるね場面っていうのをね私ね何回もね見てきてるわけなんですよ。まあ実際はなんていうんですかね、74年はですねまあ、関東がね13試合あったのにもかかわらずね、75年は6、76年は3、77年はね2とね、まあ、今のね先発投手とね同じような感じになってますからね。
77年はね、32試合で2勝4敗とね、もうね、最悪な成績なんですけど、ね、私ね、この年はですね、唯一覚えてるっていうかね、あるんですけれども、なんとですね、阪急ブレーブスとのね、プレーオフの第3戦にね、登板いたしましてね、8回1失点でね、まあ、9回はね、村田投手がリリーフをね、出てきたわけなんですがね、見事勝利投手になってね、当時のね、金田監督がね、トメがやったってね、かなりに喜んでたっていうのがね、私ね、すごい記憶に残ってるんですよ。あのカーブっていうのがね、なかなか阪急打線で、ね、打てなかったんですよ。ほんまですね、まあ年一と言っては失礼ですが、年にね、ほんまね、1回とかですごいね、ピッチングするピッチャーだなっていうね、当時のね、記憶があって、まあ翌78年はですね、26試合で6勝6敗という成績に終わるわけなんですが、まあ金田監督がね、退任するということもありましてね、それに伴いまして、渡辺秀武投手とともにね、広島東洋カープへ移籍するわけなんですが、こちらのね、渡辺投手はですね、巨人、日本ハム、太陽、ロッテとね、渡り歩いてね、ロッテ時代ね、日本ハム戦に勝てばね、史上初の12球団すべてから勝利を挙げられるというところでね、ちょっと話題になったんですがね、まあ残念ながらね、ロッテ時代ね、日本ハムに勝てなくてね、それは達成できずね、金田智弘投手と交換でね、日本ハムに移籍しました野村治投手がね、後にね、第1号になるわけですからね。吉村移籍後はですね、なかなかね、いい出番でね、使ってもらえないということでね、まあ、敗戦処理にね、もう文句を言ったりするようになるわけなんですよ。そしてね、なかなか出番がない中ですね、まあ、小葉監督がね、まあ、金田投手をね、こう呼ぶわけなんですよ。そしたらね、2軍に落とされるのかなと思ったら、なんとね、翌日の先発をね、告げられるわけなんですよ。そしてね、迎えましたその8月15日の中日戦、なんとね、5回3安打1失点でね、ホームランを打ってね、勝利投手になるわけなんですね。23日の中日戦もね、7回投げて勝利投手、そしてね、29日の阪神戦ではね、4安打完封でね、この年ね、そっからですけどね、16試合で4勝1敗 2.93 とね、先発のね、谷間をね、見事に運命の働きでね、カープの優勝にもね、貢献されたわけでございます。翌80のね、こちら6月12日はですね、王貞治選手にね、通算850号をね、打たれるわけですがね、やはり非本塁打が多いね、金田智弘投手らしいところですよね。この80年は17試合で4勝3敗。翌81年はね、8試合と出番も減りね、3勝2敗。そしてね、82年はね、登板なくね、その年で引退されるわけでございます。左の兄、金田正一投手は言わずと知れた400勝。そしてね、右に映っておりますのはですね、老いに当たります、広島。そして日本で活躍しました、金城。秋人投手は通算72勝、このお二方でね、472勝、そしてですね、金田智弘投手はと申しますと、434試合で128勝109敗2セーブ 3.25 の、ね、成績を残されてね、このね、金田ファミリー3人でね、600勝をね、上げているわけなんですよね。金田智弘投手はですね、5回の2桁勝利、そしてね、最多勝利はね、2回マークされております。本日は偉大な400勝投手のね、兄を持つわけですけれどもね、ご本人もね、通算100勝ね、マックスされました金田智弘投手でございました。最後までご視聴していただきありがとうございます。では